巨子の句碑。先週を選みしよりの山の秋高浜巨子は、明治、大正、昭和の三代にわたる俳人、小説家。本名は、高浜清。ホトトギスの理念となる、客観写生、課長風営を提唱したことでも知られる。愛媛県温泉郡町長新町に、旧松山藩氏、池内正忠の逸夫として生まれた。9歳の時に、祖母の実家の高浜家を継ぐ。 この時、清に次男を得られたら、池内家に戻す約束があり、次男の友次郎には、約束通り、池内生を継がせた。1888年、伊予人城中学校に入学する。一歳上の川藤壁後藤と,と同級になり、彼を介して、正岡式に啓示し俳句を教わる。1891年、式より巨子の号を授かる。巨子の名は、本名の、 清に由来している1893年、壁後藤と共に、京都の第三高等学校に進学する。この当時の巨子と壁後藤は、非常に仲が良く、寝職を共にし祖の下宿を、宇都ロキリアンと名付けるほどだった。1894年、参考の学科改編により、壁後藤と共に、仙台の第二高等学校に転入するも中退、上京して、 東京市下役根岸にあった式案に転がり込んだ。この頃巨子は学業よりも宝刀の時代であった。中でも娘ギダユーに入れ上げ、その中のショートさに恋した。この娘ギダユーについては自身の小説、廃徊史でも思いが綴られている。1895年12月、自身の短命を悟った式より、 後継者となることを要請されるも、足は学問する気はないと拒否した、道館山事件が起きた。1897年、元は、壁後藤の婚約者であったが、壁後藤の入院中に、親密になった、大畑糸と結婚した。1898年、一万長方に入社するも、母の病気のため松山滞在中に、長期欠勤を理由として除籍され、生活に困窮する。 四季の協力を得て、前年に柳原極道が松山で創刊した廃止、ホトトギスを引き継ぎ、東京に移転、俳句だけでなく、和歌、三文などを加えて、俳句文芸師として再出発し、夏目漱石などからも寄稿を受ける。四季の没した1902年、俳句の創作をやめ、その後は小説の創作に没頭する。1910年、 一家を挙げて、神奈川県鎌倉市に移住する。以来、亡くなるまでの50年間を同地で過ごした。1913年、壁後藤に対抗するため廃壇に復帰する。この時、壁後藤の神経後配句との対決の決意表明とも言えるく、春風や闘志抱きて、丘に立つを読んでいる。同年、国民新聞時代の部下であった、島田製法に、 ホトトギスの編集一切を任せる旨を表明した。1937年、芸術院会員。1940年、日本俳句作家協会会長。1944年9月4日、太平洋戦争の戦火を避けて、長野県小室市に疎開し、1947年10月までの足掛け4年間を小室で暮らした。1954年、文化勲章受章。 1959年4月8日、脳一血のため、鎌倉市由比ヶ浜の自宅で営民、85歳没、墓所は鎌倉市大木ヶ谷津の十福寺。戒名は虚子庵公銀、椿久子寺。期日の4月8日を虚子椿久子期という、生涯に20番句を超える俳句を詠んだとされるが、現在活字として確認できる句数は、 約2万2000区である。2000年3月28日、小室市の疎開先旧宅である、巨子庵に、小室高浜巨子記念館が開館した。同年4月には、兵庫県芦屋市に、巨子記念文学館が開館した。四季の没後、五七五にとらわれない、神経後俳句を唱えた壁後等に対して、巨子は1913年の廃壇復帰の理由として、俳句は、 伝統的な五七語で読まれるべきであると唱えた。また、記号を文字平名で余韻があるべきだとし、客観者性を胸とすることを主張し、主球派として壁ごとと激しく対立した。そしてまた、1927年、俳句こそは、課長風営、客観者性の詩であるという理念を掲げた。しかしまた反面、壁ごとがなくなった、翌年の1937年には、 かつての親友であり、激論を交わしたライバルの死を痛むく、他と触れば、駒のはじけるごとくなりを読んでいる。廃談に復帰した後、虚子つまり、ホトトギスは大きく、勢力を伸ばし、大正、昭和期は廃談即、ホトトギスであったといえる。虚子は廃談に君臨する存在であった。ホトトギスからは、飯田ダ骨、コツ、水原周王氏、山口正氏、中村草太を、 川端坊社、松本隆などを排出している。虚子の作品は2009年12月31日に著作権が消滅し、2010年1月1日よりパブリックドメインに入った。挙式年文学館、ありがとうございます。